間ってこんばんはでいいのかしら。まあこんばんはでいいか。はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします口が回らなかった。え、なんかやだな、なんか今日ちょっとやだな、なんか変だ変だ変です、なんか変です、どうしようなんかやだな、どうしよう、ちょっとピンチピンチ、ルンバちゃんピンチですけど、なんかやだな、なんかこれやだな急に急になんだかね、この姿がめっちゃやだ。大丈夫、みんながどうしたのみたいな感じでいるからあんま気にしなくていいのかな。大丈夫、ありがとうございます。さて、自己紹介したっけ、してない。はい、 AKB48 チームメイト愛媛県代表チーム42の高岡香織です。よろしくお願いします。今日はしてないよね、まだ。これでしてたらちょっとびっくりだけど、あ、この感じはしてない、よし、よかったよかった。あ、してなかった、あれしてた、あれ嘘だ、マジか、全然記憶にない。マジか、ちょっと全然記憶にないよ。はい、まあ今日もショールームをね、まあちょっと今日は30分ぐらいなんですけどね、ショールームします。今が何時なんだっていう話なんですけど、13分だから43分ぐらいまでやりますね。まあ今日はちょっとね、夜が、まあ今ちょっと夜も近いんですけど、なんか夜がちょっとね配信ができなくて、そうなんです。で、私実はちょっと、あ、でもまあその話はしなくていいかそう、まあちょっとね、あの、まあいろいろそんな、あの、なんか大したことではないんですけど、あの、まあいっか、どうなんだろう、言ってもいいのか分かんない、まあいっか。そう、ちょっと私昨日ワクチン打ってね、そう、あのワクチンを打ったんですけど、で、まあちょっとあんまりそんなにはすごい体調悪いとかじゃないんですけど、ちょっと体調悪くてね、そうだからさっきちょっと寝てました。そうで起きて、ああこの時間か、そろそろ配信しといた方がいいかもって思って、あの配信してます。でも配信できるぐらいには元気ではあるんですけどね。そう、3回目、そうそう、副反応の関係でちょっと体調悪くて、そうなんです。まあ、私結構1回目2回目が結構副反応なくて、腕痛いぐらいだったんです、本当に。そうで、そしたらちょっと今回が結構、あーちょっとしんどいみたいな感じで、そうやばいかもみたいな、あーみたいな感じでね、びっくりして、そう
今はね大丈夫、ちょっと寝る前が一番しんどかった。そうだからちょっと、しかもなんか眠くなってきたと思って、なんかそう鎮痛剤みたいなやつ飲んだらなんかすごい眠くなってきたなって思って、寝たら1時間経っててびっくりしました。1時間寝てたんだって。まあでもちょっと元気になりました。まあただね、そんなにもしかしたらまたおーいえってなるかもしれないけど、まあさすがにね、そのショールームでめっちゃ上へ行ってはならないかしら。まあでもそうね、私副反応、まあ1回目2回目が元気すぎたっていうのはあるんだけど、じゃあ3回目が一番副反応来てるかもな。まあ聞いてるっていうことでいいんでしょうかね。ありがとうございます皆さん。痛いやっぱ結構ね、なんか1回目2回目腕痛いけどだいぶ慣れてきたわみたいな、全然動かしててめっちゃ元気で終わったんだけどね。そうはい、何の話しようかもう今のハイはね、よしじゃあ今日はここら辺で終わりにしますみたいなハイとめっちゃ一緒だった面白い。よいしょ、何の話をしようかな。でもね、結構食欲とかは全然あるからね大丈夫なんですけど、なんだっけ、まあ今日お昼食べて、だいぶこの前っつっても1週間ぐらい前に見せたあのパイ焼きドーナツ食べました。ちょっと今日は本当にそれが食べたい気分だ。パイ焼きドーナツを食べた。そういえば昨日はショールームで触れなかったんだけど、あのキスバイエイトのね、変更がいろいろ発表されました。私は14日お手伝い、14日だよね、14日お手伝いと16日お手伝いと18日が出られなくなったのと22日も出演できなくなったということで、まあ確認していただけたら嬉しいですでいいのかはてなマークがすごいそう結構大幅に変わったので、ちょっとまあそこは確認していただけると嬉しいです。21話出ます21話出ますよ。昨日あんだけね、配信見てね配信見てねってめっちゃ言っててさ、すいません21も出れませんみたいに言われたらええみたいな感じになっちゃった。さすがにそれはなかった。21話出ます。
であとあれだね、今日前鉄コン、あの前鉄大集合のコンサートのチケットの先行販売が今日の12時から始まっておりまして、皆さんね、いろいろと買ったよっていうか申し込んだよっていう方も多くいらっしゃってありがとうございます。口が回らないね、めっちゃ口回ってない。あ、ルンデツも見に来てくれる、18日ってことかしら。ありがとうございます。パキってた、この感じ久しぶりだね。まあ言うて1ヶ月ぶりとかなんですけど。あとは当たるのみ。そうか、あれがある。なんかそのやっぱ抽選でね、当たるかどうかっていうのがあるのか。当たってほしいな。あくびしました今。そういえばなんか、まあでもあとはあれですね、宿泊パックのやつも申し込んだよみたいな方も結構いらっしゃって、あれはもう50名に入ったとかわかるのかしら。そうです、初めての。まあかえさんとはまあ一度ね、成人式であのご一緒させていただいたんですけど、あのまあでも今回実際舞台に一緒に立たせていただけるのはありがたいですと、ゴリって言いましたね。ねえ、ありがたいです。そうなんかね、そうなんです。かえさんは実際その私が小学生の頃にあのかえさんが主演であのやってらっしゃった幕末ガールを見てるので、なんかすごいちょっと感動するなんかちょっと感動する。そうだ、一瞬なんか止まったね、画面気のせいですか。まあ万次郎さんも新しい小原さんの小原万次郎さんになっておりますしね、どんな感じになるのか私もちょっと予想がつかないんですが。そう、お、こんばんは、どうも。あ、いた、ちょっとこのポーズはちょっと無理があった、無理があった。腕が結構痛い。今はそこまでだね、やっぱ寝たからね。そう、やっぱ寝るって大事だね。あ、痛い、でもやっぱ痛いわ。ね、
ジョン・マイ・ラブのか、ジョン・マイ・ラブで言うとね、明日は村井万次郎さんの千秋楽ということで、そう、いやちょっと見に行きたかったけどね、ちょっと今からはいけない、今からは無理だな、いや今からはいけないは違うな、行こうと思えば行けるんだけど、いや行けないんだけどね、そう時間的な問題じゃないよね、もう普通に予定が入っちゃってるからあれなんですけど、まあそうね、本当に何を、このあと私何続けようと思ったんだろう、うん、まあね本当にとか言っちゃったけど、うんってなっちゃううんってなっちゃった、本当にお世話になりましたね、ありがとうございましたありがとうございましたつって、勢いの問題さあね、さあね、さあねってよくわかんないですけど、思い出まああるにはあるんだけど、あまりにもすごい個人情報満載すぎてちょっとやめとくわ、この話は話していいのかわかんないからやめとくねめっちゃ教えてほしそうじゃん、そうめっちゃなんか、まあ すごいあの 大まかに言うと世間って狭いなって思いました。ただちょっとあんまり詳しい内容を話すのはいいのか良くないのか私にもわからないから、ちょっとやめとく、これはでも世間って狭いなって思いました、っていうエピソードがありました、エピソードっていうことがありました。なんだろう、思い出か、思い出ね、第一印象しか出てこないな、アクシデントとトラブル、そうですね、初日、私の初日の時にお互いやらかしたよねっていう話だったんですけど、そうなんかお互いちょっと笑っちゃダメなところでやらかしたよねっていうことはまあありまして、私の場合は特にあの最後のラストのラスト、まあラストもちょっとクライマックスも近い病室のシーンでやらかしてね、そうまあ皆さんにはね聞こえてなかったよっていう風に言われて、その私とその村井さんにしか聞こえなかったんですけど、ごめんなさいをごめんなさいって言っちゃって、あの口が乾燥してたからすっごい開かなくて目が言えなくてごめんなさいになっちゃったんです。でもそれはあの観客席の方には分からず私たちの間だけでだったので、ちょっとそれはやっちまったぜって思っちゃって、そうあでも大根が飛んでったのもそうですね、本当にすみません本当にいやー申し訳ないね、でもなんかやっぱ同じ愛媛県出身なので、まあなんかすごい親近感湧くっつったらあれなんですけど、いやまあやっぱ同じ出身の人がいるってちょっといいよね、はい、かっこいい、ありがとうございます。刀返そうとして鞘から抜けたのがありました、あれか
あったね。いやでもああいう時でもね、もう動揺せずにスッとスッとね戻したって直したのはすごいなって思いましたね。そう。二人とも伊予艦隊士。そうですね。まあ伊予艦隊士にも承認させていただいて、まだその伊予艦隊士として食べ物の話しかできてないけど、でもそれも大事だよ。そうな、食べ物で言うとさ、なんかこの前755でおすすめのお店、食べ物屋さんになったら教えてくださいって言ってて、ちょっと今まで揚げてなかったものもちょっと揚げたんですけど、それで言うと今まで揚げてなかったものはアイラブハンバーグかな。私お弁当しか食べたことないんですけど、アイラブハンバーグってめっちゃ美味しいのよ。いやもう食べたのが結構2年ぐらい前とかだからさ、ちょっと詳しくは覚えてないんだけど、アイラブハンバーグっていうお店があるんです。今多分テイクアウトやってるんじゃないかなと思うんですけど、超美味しいんですよ。私が覚えてるのは、まあアルミホイルのハンバーグ、アルミホイルに包まれてるんですけど、ハンバーグの下に食パンが敷かれてて、まあ食パン、食パンってパン、まあ、食パンかな、まあ耳はついてない、ちょっとサンドイッチパンに近い感じのパンなんですけど、そのハンバーグの下だったようにパンが敷かれてるんですけど、そのハンバーグとパンを一緒に食べたらっていうか、ハンバーグが美味しいの。ソースがしみしみ、めっちゃ美味しくて、もうあれ衝撃的だった。まあ2回ぐらいしかね、その私もお弁当食べたことなくて、そう、そう、めっちゃね、アイラブハンバーグはおすすめだなって思いました。で、あとは鉄板ひまわり、ちょっと名前をね忘れたんですけど、大街道出てちょっと行ったところにあったかな、確か。そこは三つ浜焼きが食べられるお店なんです。そう、三つ浜焼きっていう、まあ、お好み焼きが、まあソウルフード、松山かな、まあ三つ浜っていうところがあるんですけど、まあ、そこのソウルフードの三つ浜焼きがあって、それが食べられるお店がそのひまわりっていうところです。なんか焼き鉄板グリルかダイニングでひまわり。そう、そう、そこもね美味しかった。まあそこはちょっと1回しかね行ったことないんですけど、やっぱちょっと三つ浜焼きも美味しいので、まああと大街道とかだと行きやすいかしらと思ってね。そうだからちょっと、まあそこら辺の2つは新たに言ったところです。あとはね、角屋さん、鯛めしが美味しいところね、角屋さんとか、あとどこ行ったっけな、あれだ、道後にある道後の町屋、ハンバーガーが美味しいとこ。でもあと白鷺コーヒーだっけな、白鷺コーヒーっていうところもすごい、お店の中がおしゃれなところです、道後にあるとこ。そう、まああと今治焼豚玉子飯も松山で食べられるところありますし、愛媛キッチンっていうところだったかな、ちょっと名前を、でもそんなところだったと思うんですけど、ロープウェイ街あたりにあるはず、確かロープウェイ街とか大街道あたりに確かあったはずなんですけど、そこも美味しかった。いや美味しかったって言ったことなかった。今治焼豚って 口が回らない、今治焼豚玉子飯が美味しいので。そう、私は一度博楽天さん、まあその今治焼豚玉子飯のあれかな、発祥地、まあ発祥のお店だと思うんですけど、確か。そう、デニーズのハンバーグしか食べたことないけど、いいね、デニーズのハンバーグ食べたことないな。
まあ、デニーズにそんなに行くことなかったかも。まあ行ったことはあります。ただ愛媛にデニーズがなくてね、まあ、東京にそのエイトの活動で来た時にたまにデニーズ行くっていうことはありました。びっくりドンキーのハンバーグが世界で一番好き。びっくりドンキーのハンバーグ美味しいよね。わかる。美味しいよねマジで。そう、私もね、びっくりドンキーのハンバーグ 2,3 回ぐらい食べたことあるけど、美味しかったねあれ。まあ私は一番好きなのはお母ちゃんの作ったハンバーグです。あ、でもアイラブハンバーグおすすめなのでぜひ。まあそう、今治焼豚玉子飯の博楽店さんは今治市にあるから、ちょっと松山から少し離れてるとこ。本当はね、その私が未来モンスターっていう昔、あの、まああの今もやってるんだけど、未来モンスターは昔チームメイトがね、そのなんかミラモン飯っていうコーナーをさせていただいた時にはあの松山にもお店があったんですけど、ちょっとそこなくなっちゃって、今は愛媛じゃなくて今治市の本店にあのサインも、あのサインを飾らせていただいてるんです、飾らせていただいてるんですけど、美味しいのでそこもぜひ食べていただけたらね。あと最近インスタグラムがあることちょっと知らなかったんですけど、ルミノカリーノさん、まあルミノカリーノっていうお店が新潟じゃない新居浜にあるんですけどダメだ、ちょっと頭が回んない。新居浜にねあるんですけど、あのまあイタリアのお店で、あの石鎚豚のフィットチーネが、あのフィットチーネをまあ食レポ、そのそこもミラモン、未来モンスターの番組に食レポさせていただいて、まあ実際メニューにはない、まあ裏メニューみたいな感じなんですけど、結構ねあのファンの方でもあの注文される方多くてめっちゃ美味しいです。そしてね、なんかそのインスタ見たらなんか限定のデザート、限定ドルチェだっけ、なんか美味しそうなのがあって、ちょっと食べたいなって思っちゃった。そう、久しぶりに行きたいんだよね。なんかあの過去にあの新居浜で赤金マラソンっていうマラソンがあって、そこにあのちょっとあのチームエイトのメンバーとしてあの行かせていただいた時に以来行ってないから、そう行きたい。あれ結構前じゃない？3年ぐらい、もうちょっと前、4年ぐらい前じゃないかね、あれ。3回目の頭がうまく回らないの。そうなの、副反応なの3回目の。じゃあもう思いっきり副反応出てるね。よかったよかった。3回目もあんま副反応出てなかったらちょっとなんかさすがに心配になる。ほんと1回目2回目マジで腕痛いだけだったから私。そう、2018年だから1月、4年前か。そんなに前なんだ、赤金マラソンがそんなに前なんだ。4年前か、そっか、すごいな、昔だね。いや久しぶりに行きたい。家族は私抜きで一回行ったことあるような気がしたけど、それは多分嘘だ。多分ファンの人とごっちゃになってるファンの人とごっちゃになってるわ。あ、今日3回目行ってきた。多分まあすぐには出ない、まあすぐには出ないんだけど、やっぱ明日とかがあれなんで、あれですね、熱は高め、
熱が出る方が抗体が増えるらしい。まあ、ちょっとね37度あってさっき、まあ、でも私平熱36度台なんですよ。そう、平熱上がったの。昔 35.2 だった平熱低くみたいな感じだったけどね、最近も平熱もなんか普通になって、まあ、でもね今はまだね、その寝て起きたから元気です割と。でもちょっと頭はぼーっとするというかね、頭が回らないね。口も回らないけど頭も回らない。あ、待って、もうこんな時間、43分ぐらいまでしますねって言ってたから、そろそろ約束のお時間が近づきました。っていうかもうそうです。代謝が良くなったんじゃない？うん、私もそう思う私もそう思うの。いやでもやっぱな、そのまあその私あんまり自分で言うのもあれなんですけど、まあ1年前に比べたら痩せたんですよ。でもそしたらやっぱ平熱が上がりました。嬉しいです、それは嬉しいですね。はい、ということでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読みますね。13位から、13位キャパさん、12位夏目さん、11位ニックさん、10位ソランさん、9位情報技術研さん、8位オクタゴンさん、7位ももさん、6位海指さん、5位カラスのカーコさん、4位アーティーさん、3位玉国さん、2位ブケニャンさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、またね、ありがとうございました。